そう、今まで僕はこういったものを、まあ、捨てていたんですけども、やっぱり捨てるときにはもったいないなっていう気持ちがありました。まあ、このものたちからしても、やっぱりこう、必要としてくれる人に手渡った方が、嬉しいと思いますんで、なるべく捨てずに売るか、誰かにあげるかっていうのをやっていきたいと思います。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はこう普段家の中では仕事をするか、ご飯を食べるか、筋トレするか、お風呂入るか、寝るか、まあこの5つぐらいしかやっていないんですけども、それ以外のことはなるべくこうやらないように選択肢を排除する目であんまり物はありません。だからといって何も買わないっていうのではなくて、その時にこう必要に感じたものは買ってますし、もらってますし、っていうのはやってます。でも、そんなことをやっていると、まあ自然に物が増えていって、ある日、あれ？これどうするんだろう？これいるのかな？っていう風にちょっとこう思ったりする時が来ます。僕は今日それがありまして、朝起きてよしパソコンへ向かおうと思ったらですね、あれこれどうするんだろう、これ必要だっけ、いつ使うんだっけっていうのが結構目立ちましたので、今日はまた部屋の中を点検していらないものがあったら、視聴者さんにあげるか売るかをしたいと思います。そう、もう入ってくるのは自然に入ってくるんですけども、捨てるときはもう意識的に捨てないとすぐ溜まっちゃいますよね。はじまずは玄関から始めていきます。こちらですね、物が溜まりやすい場所なんですけども、ここは 6S はもう今ヤフオクに出品中で、これはもう近々断捨離する予定です。ノートは、これも結構見返しているので、これはもう捨てないことにしました。あとはこう奥にある元箱たちも、その中身を断捨離するとき、まあ売るときに高く売れるので、これは取っておきます。ここら辺は OKOK、 まあ OK とか、ここ革靴と何も入ってないですね。でここが、ちなみにゴキジェットの件で、結構視聴者さんの方から、ゴキブリ出るんですかっていうふうに、まあ、質問されるんですけども、この物件に来て、ゴキは出てません。もし万が一出た時に、必要だから。自然と溜まっちゃうんですよね。なので、ミニマリストである僕もですね、こういうふうに定期的に、断捨離はするようにしてます。断捨離をスムーズにする上での、魔法のワードですね。迷ったら捨て、なんですよ。はい、迷ったら捨てです。あとこれも、この消毒用エタノールも、もう中身がなくなりました。これめっちゃいいですよ、グランズレメディ。この粉を靴の中に入れると本当に靴の中の匂いが消えますし、臭くならないんです。これ本当にもう僕はこう魔法の粉だと思ってます。あとはなんか雰囲気ごちゃっとしますけど、不要なものはありません。で、奥にあるのはレシートだったり、現金出納帳が入っているので、まあ、ここは断捨離できないってやつです。はいと。で、これは今、この撮影しているカメラの充電器。今これちょっと差しっぱですけども。で、あと玄関、これです。今僕が持っている靴はこの2足で、これがスニーカーで、これなんだっけ？これ確かチェルシーブーツとか呼ばれるやつなんですけど、もうこんな感じで、かかとも全然、すり減ってないんですけども、多分1ヶ月以上は履けてないと思います。靴って履いてるうちに伸びるもんだと僕は思ってます。なので結構その今まで買う時っていうのは、買った時はちょっとこうきついなっていうか、足がこう締め付けられて、なんか靴ずれなんかしてきついなって思ってても、こう履いていくうちに徐々に靴が足の形に慣れていって、いずれその靴がその自分の足にミラクルフィットする、もう最愛のパートナーになれるみたいな、そういうふうに僕は考えてました。で、これ H&M ですごいデザインがいいなと思って、ホワホワしている感じで、このデザインがすごい好きだったので、デザインとか素材とかもすごい好きだったので、これ買ったんです。で、これ買った当初はこうなるべく毎日履くようにして、こう痛いなって、こう締め付けだったりとか靴ずれが痛いなって思いながらも履きながら伸ばしていきました。なんですけど、この靴全然伸びませんでした。その H&M に詳しい友達がいたんで、その人にちょっと話を聞いたんですけど、その時に H&M の素材は硬いからあんまり伸びないよっていう風に言ってました。そう、全然伸びないんです、これ本当に。この甲の部分、僕甲高なんですけど、この甲の部分はちょっとやっぱこう、もりって伸びた気がします。なんですけど、このかかとの部分が全然伸びてくれないっていうか、かかとの部分がすり減っちゃいました。そう、ちなみにサイズは H&M のこの40っていうサイズを買いました。40のサイズは僕にとってはこう伸びたらすごいミラクルフィットしてくれるっていうサイズなんですけども、この H&M のブーツ全然伸びなかったので、次からは41を買いたいと思います。ということで、このブーツはすごいデザインかっこよくて素材も良くて必要なんですけども、ただ靴ずれが痛すぎるので断捨離させていただきます。
これで玄関は OK です。あ、ちなみにこれはチャンネル登録者数が7000人いった時に断捨離プレゼントさせていただく用の、クラッチバッグです。もうこれ僕半年間使ってません。で、ここはバストイレ一緒のスペースで特に何もありません。あ、ちなみにこれはスシャンプー用のなんかお酢を入れるところなんですけど、まだちょっと結果は出てるような出てないような感じなんで、またこう劇的に変わったなって思ったら時にその時にシェアさせていただきます。はい、次は、はい、次にキッチンスペースを見ていきます。この下の段はとりあえず大丈夫で、上の段も、全部必要で、こっちの段が、早速これ出てきました。そう、これ昨日の動画で涅槃団子、多分これ食べられないんじゃないかなって思うぐらいの硬さと匂いはするんですけど、そう、一応涅槃団子っていうのを投稿時でもらったんですけども、別にこれ僕使わないですし、使い方わからないですし、必要かどうかもわからないので、これはこっちのスペースへ置かせていただきます。もらって翌日に捨てるくらいだったらもう初めからもらうなよっていう風に思うと思うんですけども、おっしゃる通りです。で、こっちのスペースはまな板であったりなんかいろいろが、もうこれ全部必要なものなので、これで OK です。はい、続いてこっちなんですけども、こっちがゴミ袋にするためのビニール袋で、こっちが雑巾で、まあ、この2つとも必要なのでこれは取っておきます。クローゼットの部分は OK です。冷蔵庫の中も不要なものはありませんので、とりあえず OK です。このスペース毎回何もないんですよね、余分だな。で、これが、昨日増上寺に行った時にいただいた戦利品たちです。もう食料がいただけるって、こう一人暮らしで結構食べちゃう僕からしたら本当に助かります。ありがとうございます。で、これが終わったら次はこの机のところなんですけども、あ、これ読めてないな、まずい、読まなきゃ。これ買って多分1週間ぐらいここに放置されてる状況なんですけど、これはもう読みます、読みます。で、ここですね、スマホと Wi-Fi ルーターなんですけど、ここの環境もこういう感じのやつが一番しっくりきます。もうこれ完成形ですね。で、パソコンがあって、あ、これはちょっと年金ちょっと滞納しちゃったんで、はい、これちょっとすいません。で、あ、これ 6S、 これ今ヤフオクに出品中の 6S120GB ゴールドです。はい、ドラちゃんは断捨離しまいで、これですよ、これ Amazon で注文した時のこのなんか使えるんじゃないかって思ってる段ボールたち、これ結局もう1週間ぐらいここに放置されっぱなしですから、これも断捨離しましょう。そのこういうのなんかに使えそうなんですよね、でも使い道が今ない。迷ったら捨て。で、まあここら辺はもう必要で、これ夏になったらちょっと断捨離をするようです。今はちょっと寒いんで使ってますんで、はい、で、カバン必要で、あ、現金水筒帳たち必要で、で、ちょっとごちゃっとしているように見えますけども、これも一応全部必要なやつなのでこれも OK です。で、あ、ちょっとこれは撮影機材とか入っちゃってるんでこっち汚いですけど、はい、これも必要なんで OK です。はい、そんでこっちの方も OK です。あと洗濯物かけてるところになぜかこれがあるんです。気づいたら半年間ぐらい使っていないんじゃないかぐらい感じだったので、はい、これも必要なので断捨離させていただきます。はい、という感じで、まあ、これらを断捨離させていただきます。この中でこれはいいや、これもちょっと郵送するのがちょっとめんどくさいので、これは欲しいっていう人多分いないと思いますし、これも空箱なのでこれも欲しいという人いないと思いますし、まあ、今回これですかね。じゃあ今回はこの H&M のチェルシーブーツのサイズが40のサイズ、これを1足と、あと東光寺で僕がいただいた、花団子って呼ばれる、食べられるかどうかはマジでわからない団子たち、これらは捨てるのはちょっともったいなさすぎるので、これはもし欲しいという方がいらっしゃったらその方にプレゼントをさせていただこうかなというふうに思ってます。いや、お前の中古商品とかいらないわって思ったりですね、プレゼントで視聴者を釣らないでくださいって思った方はぜひ無視してください、この企画は。そして僕のチャンネルとも多分気が合わないと思うんで、はい、どうぞさよなら。今まで僕はこういったものを、まあ、捨てていたんですけども、やっぱり捨てるときにはもったいないなっていう気持ちがありました。でも今回こういう環境を、まあ、いただけたおかげで、もっとこれを欲しいと思っていただける方に、あげられたりするので、まあ、このものたちからしてもやっぱりこう必要としてくれる人に手を渡った方が嬉しいと思いますんで、なので僕はこれからもですね、断捨離するときはなるべく捨てずに売るか誰かにあげるかっていうのをやっていきたいと思います。
今の僕はですね、入ってくるのは無意識的、出すのは意識的っていう感じで、意識的に断捨離をしていかないと、どん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 物が入ってきて、どん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 もう不要なものだったり、これどうすんのよっていうもので溢れてきちゃうっていう、そういう状況にありますので、これからもですね、ちょっと意識的に断捨離をしていこうと思います。ということで、今回の動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。まあ、これからもその環境面だったり肉体面だったり、そのスキル面で身軽になるためにどんどん行動していって、その日々のスタイルをこのブログ形式で撮っていこうと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。またしゃー。あー、なんかこれよりもこっちの方がぶっといっすね。あー、なるほど。はい、つけました。あ、こんな感じでちょっとワンポイントになって、ここともちょっと若干こう統一感が取れてるかなみたいな、ちょっとしばらくこれでいこうと思います。